買ってみた、測ってみた、健太店長です。ということで、いつも時計法好きのよし健太店長チャンネルをご視聴いただきまして、本当にありがとうございます。1年に一度の、当店の展示会が、先日ございまして、まあ、準備と片付けがございまして、なかなかですね、撮影が、できずで、本当にこう久しぶりになってしまったんですけども、まあ、そんな最中ですね、私がコロナにかかってしまいましてですね、ただいま1週間の謹慎中でございまして、娘の部屋で今撮影を進めております。私も1週間ずっと娘の部屋から出られずで、はい、まあ療養中ということでございまして、ただまあ体もね回復してきましたので、今撮影を進めさせていただいております。ちなみにまあこの動画の編集が出来上がった頃にはですね、元気に働けていると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて、今回ですね、まあこの動画を配信しようと思ったきっかけがですね、この私が着用しているスマートウォッチ、フィットビット。はい。まあこちらをまあほぼ毎日つけて寝てるんですけども、まあコロナの陽性反応が、出た前日のですね、まあ、睡眠データを取ることができましたので、まあ、その数値がですね、まあ、とても興味深い数値だったので共有したいなと思い、動画を作らせていただいております。データをね見ていただく前にですね、このフィットビットの、新作がですね9月の末に発表されておりますので、まあ、簡単にそこをですねご紹介できたらなと思います。その後に、データの方を、見ていただけたらと思います。はい、それではどうぞよろしくお願いします。すいません、声が枯れてます。ということでですね、フィットビット、はい、9月の末にですね新作が、3機種出ております。センス2、バーサ4、インスパイア3、はい、この3つが出ているんですけども、簡単にねこの新作をの紹介をしていきたい、いけたらと思います。はい、まずセンス2ですね。センス2はですね、まあ、フィットビットの、最高機種でございます。はい、でですね、この公式ホームページには、フィットビット最先端の健康管理スマートウォッチでストレスと上手に付き合い睡眠の質を高めましょう、まあ、このようなキャッチコピーで、販売されております。最高機種なんですけども、まあ、価格の方がですね、既存の、このセンスと比べてですね2190円安くなりました。で、価格が 32,800円となっております。はい。そしてですね、大きさとか重さなんですけども、10% 薄くなって 15% 軽くなったんですね。はい。なので装着感がすごく向上していると思います。次にですね、左側に、この時計の左側に物理ボタンが、搭載されました。はい。で、今までのセンスの場合は、左側にこう溝があって、そこをこう押すような形だったんですけども、ちょっとね、押すのにまあコツがいったんですね。はい。なので、今回こう物理ボタンになることで、まあ、その本当にこう押すだけ、押すっていう簡単な動作がね、しやすくなりました。これもすごいいいところですよね。次にですね、GPS 以外に GLONASS が搭載され、追加されたんですね。はい。まあ、このことで、GPS だけじゃなくて、GLONASS という衛星から、電波を拾うことができるので、まあ、運動したりとか、まあ距離とかスピードとか、あと自分が歩いたり走ったりした時の軌跡を、まあ、より精度が高く、後で見ることができるようになりました。もちろんこのリアルタイムでの測るこのスピードとか距離とか、こういうところも、精度が高くなりました。あと、まあ、近日対応中ということなんですけども、Google マップが搭載されるようになりました。はい。次にですね、まあ、これがセンス2の一番の肝と言っていいところなんですけども、継続的皮膚電気活動センサーっていうのが搭載され、終日、まあ、一日中の、身体反応計測が、可能になったということなんですね。はい。まあ、この機能はもうセンス2のみの機能なので、はい。まあ、これが本当にセンス2の特徴と言っていいと思います。まあ、この機能っていうのは、まあ、結局ストレス反応をチェックしてくれるっていう機能ですね。なので、まあ、このセンス2というのは運動量や、健康、機能の維持に加えて、まあ、細かいストレス反応の確認っていうのを行いたい人にとってすごくメリットのあるデバイスになっていると思います。
次に、バーサ4ですね。バーサ4はですね、まあ、こちら3機種出てるんですけども、価格が 27,800円ですね。はい。既存の機種が 22,800円なんで、5000円高くなりました。はい。で、また違いとしましては、従来モデルより 10%、薄型化されております。なので、まあ、このフィットビットの公式ホームページでも、はい、毎日のルーティーンからさらなる成果を引き出せる薄型軽量の健康管理スマートウォッチというキャッチコピーになっておりますね。はい、やっぱり薄いっていうところを強調しております。で、こちらもですね、左側に映りボタンがつきました。はい、そして、まあ、センス同様なんですけども、グロナスが追加されて、Google マップが追加されております。はい、まあ、なので簡単に言いますと、センス2から、ストレス機能チェックをこう省いたモデルがこちらのデバイスとなっております。薄くなっている分ですね、運動時や、睡眠時にとてもつけやすくなっていると思います。でですね、センス2バーサ4のこう気になる点としましては、Wi-Fi 機能が、省かれているんですね。あと Google アシスタントも非対応になっております。ですので、まあ、このあたりはちょっと注意点となっております。次でインスパイア3です。インスパイア3もですね、3商品出てまして、インスパイア3は自分の好きなことを、最高の気分で楽しむフィットビットインスパイア3は、身につけるだけでそんな毎日をサポートしてくれる健康管理トラッカーですというキャッチコピーで公式ホームページは歌っております。で、インスパイア3はですね、まあ、価格が 12,800円なんですね。はい、で、今までそのフィットビットでこの1万円ちょっとぐらいで出てるフィットビットっていうのはおそらくこの 2,3 年ではなかったんじゃないかなって思うぐらい、まあ、低価格、まあ、本当にこうコスパ最強モデルという、もうそう言ってもいいと思います。でですね、既存のインスパイア2との違いとしましては、カラーのディスプレイになりました。そして、両側に、タッチ式のボタンがついております。そして、血中酸素が測れるようになりました。そして、高低、心拍計の通知が来るようになりました。で、バッテリー時間はですね、まあ、インスパイア2と同様10日間ございます。はい、まあ、このロングバッテリーなのがね、このインスパイア3のとってもいいとこですよね。ちょっとガラガラ声になってきましたね。はい、でですね、このインスパイア3はですね、フィットビットペイはついておりません。で、 GPS はついておりません。あと、まあ、ストレスマネジメントに役立つ、皮膚活動スキャンとかもついておりません。なので、まあ、本当にね、こう簡単なですね、スマート機能とか、あとは心拍測ったりとか、睡眠時の睡眠の質をチェックしたりとか、はい、まあ、フィットビットの基本的な機能を、まあ、シンプルな機能を使いたいっていう方には、このインスパイア3がとっても、おすすめだと思います。まずは入門編として、フィットビットの入門編として最適なデバイスになっていると思います。で、もちろんね、こう、薄型でコンパクトで軽いんで、まあ、フィットビットのデバイスの中では一番軽いモデルなんで、本当多分ね、このチャージファイルでも十分軽いんですけども、これよりここよりさらに軽くなっているので、本当に付け心地、もう装着感という部分では一番になっていると思います。はい、ということでですね、まあ、簡単に、9月末に発売されましたフィットビットの新作をご紹介させていただきました。ということでですね、ここからはですね、先ほど、挨拶で、ね、紹介させていただいた、私がそのコロナにかかる前の、睡眠データっていうのをちょっとね、見ていきたいと思うんですけども、はい、まあ、フィットビットの睡眠データって何、まあ、いろいろ測れるんですけども、まあ、今回紹介させていただくのは7項目で、呼吸数、心拍変動、皮膚温、血中酸素ウェルネス、安静時の心拍数、そして睡眠中の心拍数、これ平均とかですね。で、今日のエナジー、はい、この7項目を、見ていきたいと思います。この私の携帯の中にですね、スマホの中にデータが入っているので、まあ、これをちょっとね、見ていきたいんですけど、まあ、今までこう私も日常をつけてたんですけど、やっぱりこう体が健康だとあんまり反応出ないんですよね。
ただコロナにかかる前日ですね、はい、コロナにかかる前日、まあ、自分の中では結構しっかり寝れたと思ってたんですけども、その夜中に起きたりとか、することもなくぐっすり寝れたつもりだったんですけども、データはもうそういう感じではなく、やはりかなり異常が出ておりました。まず呼吸数ですね、はい、この、斜線のところがですね、個人の範囲内っていうところなんですけども、まあ、この木曜日のところですね、この木曜日のところにが、16っていう風になりまして、やはりこう範囲内から若干ではございますが、こう外に出ております。はい、基本的には私もここはずっとこの健康だったらこの範囲内に入っているので、やっぱりここがね、あの範囲外になったっていうのがまず気になるところですね。次に心拍変動、こっちは逆でね下がりました。はい、もうかなり大きく下がってますよね。木曜日の10日のところ21に下がってますね。でこの心拍変動っていうのが下がることで、体にかなりのストレスが発生しているっていう風にフィットビットの方は言っています。で私の月平均より 37% 低くなっているみたいなんですね。なので、まあ、心拍変動が低下しているときは回復に専念する必要があるということを示してくれています。次皮膚温ですね、プラス 1.4 度上がってるんですね。で基本的に私がこの1週間はやっぱり寝てるときは皮膚温が下がってる傾向だったんですけども、このコロナにかかる前日はプラス 1.4 度と上がっております。やっぱこういう部分でも異常値が出てますね。はい、次血中酸素ベルです。はい、血中酸素ベルネスは唯一問題がなかった、はい、まあ、範囲内だったということですね。はい、なのでここはすぐ飛ばします。次安静時の心拍数、安静時の心拍数も、1分間で67拍打ってます。はい、これも、まあ、その自分の範囲内を飛び出てますね。はい、斜線から飛び出ております。異常値になっております。はい、次睡眠中の心拍数の平均なんですけども、まあ、これすごい分かりやすかったんですね。自分の寝てる時の心拍数、まあ、こっちが最初、じゃあこれがですね私の健康時の心拍数の平均なんですけど、だいたい55とか57とか、まあ、このぐらいがだいたいいつも私が寝ている時の睡眠中の心拍数で、まあ、この上のグラフを見ても分かるように、はい、まあ起きるときにはね上がってくるんですけども、大体寝てるときっていうのは65以下で動いております。はい、これがですねコロナ前になるとこれなんです。はい、すごいでしょこんなに上がるんです。はい、もうだからこの73ってなってるんですね。平均が73、これ一番分かりやすいですよね。だからまあ日中の私の平均、日中に私がこう机とかに座ってこう何かしてる時とかは73ぐらいなんですけど、大体日中のその、心拍数ぐらいにもう寝てる時になってて、もうこれは完全に異常です。でここにも書いてるように、出てるように安静時の心拍数異常っていうのが 98% ってことで、ほとんどが、その安静時の心拍数異常になってるから、もう完全にこれ異常ですよっていうのが分かります。で最後にこの今日のエナジーっていうところで、これは、プレミアム会員だけが見える機能なんですけども、この心拍変動をもとにこの、自分の今日の、体調の、まあ、パワーみたいなのを、数値化してくれるんですけども、これが22っていうことで、かなり減っております。はい、なので、まあ、大体その私が筋トレとか行った次の日とかは、まあ、22とかになってるんですけども、起きたすぐに22っていうのは、まあ、これは異常値っていうことですね。はい、お体が疲れてるので休みましょうっていうのが数値として出ております。まあ、このようにですねフィットビットのこのデバイスをつけて、睡眠してアプリで後で確認すれば、まあ、このように自分の体の異常とかをですね瞬時に察知することができます。はい、なので、まあ、今回ねたまたまそれが、数値として、計測することができたので、
これはちょっと皆さんに共有したいなと思って動画を送らせていただいております。はい、ということでですね、なんかやはりちょっとまだコロナが完全回復してないので、喋っていると喉がもうガラガラしてきて、ちょっと声が出にくくなってきてましたので、今回はもうこの辺で、動画の方を終わらせていただきたいと思います。今回の動画がよろしければ、グッドボタンとチャンネル登録していただければ嬉しいです。それではまたお会いしましょう。おなけーん、タイム。